味噌つけました。いただきます。はい、おはようございます。今日はエシャロット作っていきたいと思います。作っていくというか食べていきたいと思います。170円で買ってきました。はい、綺麗に洗ってきました。そしたらこれぐらいかな、これぐらいの長さに切ります。それでこの根っこのところなんかちょっと黄色いんでここ切ります。はい、これでエシャロットの完成です。はい、完成で切っただけ。はい、でどうやって食べるかっていうと、とりあえず味噌、これが一番美味しいと思います。味噌つけました。いただきます。うん、これビールに最高です。もう一回音聞こえるといいんですけど、シャキシャキのエシャロットビールによく合います。エシャロット美味しいんで、ぜひ作ってみてください。よろしければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。じゃあね、バイバイ。